8月24日2001年の今日は大怪獣総攻撃、特撮班がクランクアップした日ですミレニアムシリーズ史上 いやゴジラ映画史上最高に禍々しいゴジラが誕生今までのライバル怪獣たちが五穀星獣として登場し日本を守るためゴジラに戦いを挑みます今作ではゴジラが最大の大きさとなるようにその撮影スーツも大きく作られ倒すべき強大な敵として重厚な動きを表現しています